よろしくお願いします東京農工大学の内田ですピッチを始めさせていただきます私は現在東京農工大学の村岡研究室にて研究を進めさせていただいております専門分野は高分子化学バイオマテリアルタンパク質工学 有機化学などを専門としております特に最近ではリンシスの自己集合構造の制御を基盤としたナノキャリアの開発に注力しておりましてこれらの研究に関して企業との共同研究も経験がございますまた東京農工大学だけでなく理化学研究所にも 客員研究員として所属させていただいておりまして、リンチエスをはじめとする、さまざまな生態関連材料を解析する機器を使用できる環境にあります。研究に関してですが、近年のコロナパンデミックを受け、ウイルス細菌の無毒化製品の開発戦略は、一つの転換期を迎えているといえます。 このようなウイルス細菌の無毒化として問題となるのはこれらの標的がサイズの大きいマイクロ粒子であるということであります同様に有害なマイクロ粒子としては大気中に漂う PM2.5 のような有害無機微粒子も該当いたしますこのようなサイズの大きいマイクロ粒子を無毒化させるためには 一般的に標的を分解するような強い試薬を使用する必要があります。しかしながら、これは通常人体に対する影響を抑えるということとトレードオフの関係にありまして、材料設計を困難なものにしております。このような課題を解決する材料として、私は 膜変形リポソームに注目しております。今回紹介する膜変形リポソームは標的のマイクロ粒子と相互作用することで内部へと変形し封入し標的を外部から遮断させることで無毒化します。最終的にはこの膜変形リポソームをスプレーなどによって噴霧することで 標的を無毒化する製品の開発を実現したいと考えております。大気中だけでなく、水質環境などへと応用することで、農作物におけるウイルスや細菌の無毒化をはじめ、さまざまな用途へと適用できると考えております。この膜変形を利用する利点といたしましては、 さまざまなサイズの標的を取り込むことができますので、さまざまなサイズのウイルス、細菌、無機微粒子などへと利用できると考えております。具体的には、以下のような製品への応用を想定しております。例えば、大気中のマイクロ粒子を除去するような空気清浄機。 また、ウイルス細菌が感染しているような植物に対する農薬スプレー。また、細菌は皮膚における細菌フローラなどが注目されておりますが、これらの中で病原性が高い細菌を除去するようなスキンケア製品などの応用であります。こちらは、 先行研究において得られております、膜変形リポソームの機能に関するスライドになります。先行研究におけましては、数マイクロのパージウイルスをモデルとして使用しております。こちら、膜変形リポソームを存在しない状態で、パージウイルスは大腸菌に感染するのですが、こちらの左の図にお示しいたしますように、 多くのファージが大腸菌に感染いたします。それに対しまして、このファージウイルスに膜変形リポソームを作用させますと、ファージウイルスが内部へと封入され、外部から遮断されることで、右の図にお示しいたしますように、感染力が大きく軽減することが確認できます。また、この封入量に関してですが、 従来のリポソームと比較して10倍以上のウイルスを取り込むことができることが確認されております。加えて、この膜変形リポソームはほとんど生体由来のリン脂質を構成要素としておりますので、非常に生体適合性の高い材料であることも分かっております。こちらは ウイルスが取り込まれる際の膜変形リポソームの顕微鏡観察画像になります。リポソーム膜表面に吸着したウイルスが膜変形とともに変形部位に集積し最終的に内部に封入されていることが分かります。この膜変形により外部溶液を直接取り込むことでウイルスを無毒化することができるため 非常に大きなサイズのウイルスをに対して利用することが可能です。また従来の無毒化剤と異なり標的を分解する必要がなく標的を無毒化することができるため使用する試薬の量を最小限に抑えた生態適合性の高い無毒化剤が実現できると考えております。 具体的には以下のような企業の担当者の方と意見交換をしたいと考えております。製品開発のスライドでも少しお話しさせていただいたんですけれども、待機中におけるウイルス細菌の除去を目指す製造業界の方々、農作物におけるウイルス細菌の除去を目的としているような農業関連産業の方々、また、 皮膚における病原性細菌の除去を行うようなスキンケアを開発している化粧品業界の方々であります。ご興味があれば、ぜひお声掛けいただければと思います。ピッチは以上になります。